風呂上がりじゃないです。今日はちょっとリハしてて、もうなんかメイクする余裕とか時間もなくて、ほんとすっぴんなんですけど、明るくしよう。いやメイクした方がいいかな。でもね、もう帰ってきたらこんな時間でやばい、メイクできないと思って。あー遠い。だからレッスン着です。こんばんは。誕生日おめでとう、ありがとうございます。申し訳ないんですけど、メイクできなくて。しかも今日が最近ずっとサマーツアーのリハしてるんですけど、もう一番これでもかってぐらい汗かいた日で、今日が、まあ、なんでかっていうのは、まあ見に来てくれたらわかるんですけど、サマーツアーを。ハッピーバースデールーちゃん。うん、Thank you。りまかし。いやもう本当に汗だくのまま今ショールームしてます。ちょっとインスタも更新したいし、ブログも本当は更新したかったけど、もう時間がない。え、つかない。申し訳ないです。なのでうん、23歳になりました。でもなんかもう23歳になりましたって、なんか二十歳になりましたとかはすごいなんか何だろう、なんかなんかすごいびっくりされるので、私が23歳って言うと。だからちょっと、どういうテンションで言っていいのか分からなくて、分からなくなっちゃう。そう、待って、マキコさん、ルーちゃん、マキコさんから踊れるよって言ってました。え、何、マキコさんショールームしてるの。普通にあの LINE、 マキコさんがおめでとうって言ってくれて返事して、まあ今日のね距離終わってマキコさんに LINE したの。マキコさん何してるかな、配信してるかな。マキコさんってすごいな。マキコさんって すごくて同じ人間とは思えないって LINE しました。そう、しかもさ、なんか23歳なんだよねって言ったらさ、みおちゃんがさ、結構年いってるねって言ってきたんだよ。みんなおこチクチク言葉1歳しか変わんないのに。ほののさんと時間がない声を歌ってました。え、面白すぎる。そう、失礼でしょね。年は1歳しか変わんないのに。なんか今までで一番誕生日を感じなかったし、
なんかおめでとうって言われてるのが不思議すぎて、なんか本当不思議です。あの言葉がいいね。え、かわいいそれ。るーちゃんから誕生日メール来ると、え、おめでとう、ありがとう、メール取ってくれて嬉しいね。でも23は大人だと思うかも。なんかほんと今日もね、あのスタッフさん、るーちゃんおめでとうって言われて、るーが23って、えって見えないって言っていただいて、すごい嬉しいことにね。まあ、みんな見えないって言うから見えたって言われても嬉しいけど、なんか本当に大人になったんだなって、自分が。でもアイドルはね、あの年齢関係ないので、あのそう、本当に見た目が大事だと思う、アイドルって。そう、え、なんかマスカラしたら。でもね、今日もリハ終わりにね、みんながお祝いしてくれてすごく嬉しくて、しかもなんかね、みんな本当に疲れてるはずなのに、みんなもヘトヘトなはずなのにね、すっごいヘトヘトなはずなのに、みんながねお祝いしてくれて、ケーキでお祝いしてくれて、ハタゴンさんすごいね。るかもハタゴンさんみたいになりたい。ハタゴンさんって本当に見るたびに若くて、若返ってるって本当にすごいと思う。チュリさんも。誕生日おめでとう、ありがとうございます。ちょっとメイクしたみたいな顔になったかな。フィルターもつけてるからさ、そう思うか。チーム員の2人がローマ配信、あ、アミちゃんとね、カホリンにも今日ね会ったのが、今日同期みんなに会えたの。しかも同期みんなからおめでとうって言ってもらえたの、直接。嬉しすぎー、嬉しかった、会えて同期にみんなに嬉しかったな、とっても。でもなんかやるか本当に大人になったかなと思います。なんか私は実は実はお母さんとルルちゃんは熊本に帰っちゃったんですよ。で今期間限定で来てくれてるので、まあなんか22歳はね結構
環境の変化もあったし、なんかすごい、まあ、お仕事でもねいろんな感情になるけど、結構プライベートでもね、あのなんか慣れない環境すぎて、なんか気づいたらね大人に、あ、気づいたらもう23歳になってたっていう。そうなんです、大人でしょだからだからなんかもうお仕事もあるけど、なんだろう、すごい大変、なんかそういう部面でも大人になったかなってすごい思いますね。うん、そう、なんかだからね、ルルちゃん起きた、すごい角度で失礼します、すいません。そうだからお母さんはルルの誕生日が誕生日にね、そうびっくり、何、わー、え、ケーキもらったママに、え、ルカの文字、ママぐちゃぐちゃになってきました、ケーキ、ル、ル、か、かかな、本当にやったー、ママからもケーキもらいました、嬉しい。じゃあスクショタイムしよう、はいチーズ、はいチーズ、はいチーズ、うんうん、嬉しい、ママありがとう、ママ買ってくれたの、やった、見てみんな、これ絶対おいしいケーキだ、家でねママケーキ買ってくれてると思わなくて嬉しい、サプライズ、嬉しい、やったー、おいしそう、ありがとうね。これ周りのとこなやつなんだろう、マスカット、周りのやつマカダミア、ママの好きなやつじゃんママオペラ大好きでマカダミアも大好きだから、はい、じゃん、嬉しい、食べたいと思いますあ、えらい、連れてきたよー、だからね、ルルちゃんと過ごせるのもちょっとなの、ルルちゃん、
ルルちゃん髪切ったから短いね髪が。ルル、ルカネネは？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 もうそこで言うでしょ、分かってるよって。だからね、ショールームしてる時もね、全然ルルちゃんがいなかったんです。みんなのこと見てる。リボン。ルルちゃんかわいいね。ここにいます、今ここでショールームしてます。だからね、そう、もうね、やっぱ誕生日はルルと過ごしたいかなっていう過ごしたいだろうなと思ってママが考えて、6月7日のルルの誕生日と、あと生誕祭に合わせて、来てくれたって感じで嬉しい。もうちょっと弾けるかな。皆さんまだね、ルル映んない。だっけお祝い見てなくて、見れてなくて、皆さんからのツイートもまだ見れてないので、終わりたいと思います。ああ、めっちゃダメなのが映る。思いっきり毛布なんかが映ってると。はい、なのでね、まあそう、ちょっとすごくね、あ、そっか、ストーリー消えちゃうの？今見た方がいいよね。嬉しい。あれ、でも大丈夫かも。インスタ更新したいんだ。未完全からのお祝いポスターって、本当？まだね、メンバーのおめでとうリプにも返してなくて、あのね、 LINE でくれたメンバーもいてね、すごい嬉しい。あの、そう、まやちゃんの LINE でしてくれておめでとうって、嬉しかった。で、今日ね、くまさんもね、あの、会えたので、公演終わりにね、そう、嬉しかったな。おめでとうって言っていただいて、ちょっとね、もう今日した方がいいよね。さ
きさんからね LINE が送られてきました。嬉しい。そう、アイドルになってくれてありがとうって、嬉しい。努力家でアイドルにまっすぐなるちゃんがずっと大好きだよ、嬉しい。ちょっとね教授にリプって返した方がいいよね。ちょっとメンバーのリプちょっとずつ返します。なんか終わっちゃうの悲しいな、誕生日があっという間だった。8分くらいしかないね。じゃあ嘘じゃんそんなの。え、見てたな、見ちゃまって恥ずかしい。エゴさんから来ました、エゴさんから。めっちゃ嬉しかった。さあルカの両足の間に挟まってウルルちゃん、ジョ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 ン、かわいい。エゴさんから来てすごい嬉しかった。待って、インスタ載せたいのにもう時間がない。もう今日終わるの早い。どうしよう。だってさ、今日載せないとさ、日付変わったらさ、え？え？ってなっちゃうよね。幸せですね、でも。今日はね、今日はリハでね、いっぱいお祝いしてもらってね。リハでいっぱいお祝いしてもらえて、ファンの皆さんからもいっぱいお祝いしてもらえて、リハでね、いっぱい歌って踊れて満足です。でもインスタって絶対今日がいいよね。そう、でも今年はね、なんかいつも誕生日はどっかに行って写真を撮って20何歳になりましたっていうツイートをするんですけど、今日はね、まあ、ストーリーには書いた、あ違う、 X に載せた写真はね、あれはね、いずちゃんが撮ってくれて、風船撮ってくれて、それでね、写真、そう、行く時間がなくて本当に何も撮ってないと思って、公演終わりにイズちゃんが撮ってくれた写真です。自分で23の風船持ってって、そう、でもインスタは明日でもいいかな、もうあと5分で写真とか選べないから載せたいと思います。皆さんありがとうございました。そう、あとね、あと私副鼻腔が再発しちゃってて、なんか風邪、これ風邪なの、なんか副鼻腔がね再発しちゃって、まあ、今日病院に行って分かったんですけど、なのでもしかしたらね生誕祭もこの声説みたいな。そう、そうなんですよ。ちょっとね結構それがショックだったんですけど今日は、
そうでもね、なんか治るのかなって感じ、本当になんかね、やっぱなんだろう、多分鼻水を吸うのがダメなんだったりするんですよね、再発なる原因だと思うんですけど。でもなんかそういうのって無理じゃないみたいな、なんかそのなんかね難しくて、なんか大丈夫どうしたそういう、前回はね1週間分の薬だったんですけど、今回2週間分薬飲まなきゃいけなくて、あのね、そうだからね、治ると信じてありがとう、でみんな優しい、薬飲んでね、なんかね先生にもあれ治ったのになみたいな、そうそう、そのまあ治る、まあ生誕までには治るといいなーっていう気持ちなんですけど、はい、お願いします、パワーください。来週生誕まで行ってないです、だからかな、だから治んないかのかな。そうで、まあ、あの全然あのお花以外はっていうのかな、すごい元気なので、まあ、声以外はね、そう結構心がめちゃくちゃ元気なんです、だからそれがもう一番辛いんですけど、でもね、まあ、ちょっとでも治るようにね、ルカも頑張るし、まあ今日いっぱいみんながお祝いしてくれたのでね、とっても幸せでした。まあ23歳になったばかりなので、あのこれからなのでね、まあ、生誕祭でもね、もう結構ゆるゆる配信だったんですけど、生誕祭ではちゃんとね自分の気持ちを伝えますし、まあ、これからも応援してて、井上瑠花応援して損はないよっていう、後悔はさせないよっていうことが言いたくて、本当今気になってる方はね、今すぐに押してもらえたりとか、会いに来てもらえたりとか、劇場に来てくれたら、本当もうみんな大好きだよっていう感じです、本当に。そうなので本当にありがとうございます皆さん。あ、待ってランキング見ます、急いで。13位、ルパン三世さん、12位、ヒロさん、11位ルディさん、10位アトムさん、9位タクマさん、8位本日のツヨポンさん、7位レオ香港さん、6位ドラゴンオードさん、5位ホムシ男さん、4位スモサーマル、3位ミーちゃん、2位ガラクタ、そして1位秋葉原。ありがとうございました。ちょっとお急ぎすぎてすいません。バイバーイ、またね、おやすみなさい。23歳もよろしくね。あ、生誕って生きたよ。バイバーイ、おやすみー。